10月28日、松山市古川南3丁目の県道190号線沿いで、トラックの森づくり事業の植樹が行われました。これは愛媛県トラック協会が10月9日のトラックの日に関連した事業として毎年この時期に行われているものです。この日は会員らが県道190号線沿いにおよそ2400本の苗木を一つ一つ丁寧に植樹しました。ですね、これは愛媛県下1円でですね、今年で12回目になるんですけども、CO2 削減とかですね、そういった意味も含めまして、木を植えるという事業を行っております。10月9日がトラックの日ということでですね、大きく3つの事業をやっておりまして、1つは植樹、1つはイベント事業、もう1つはチャリティー事業ですね、の3つのうちの1つの柱でございます。私たちの生活と経済を支えるライフラインともいえるトラック業界、皆さんも辺りを通られた時には植えられた苗木を見て、ぜひ少し思い出してみてください。